ルティアプロデューサーの矢守あゆみです。アイドルカルチャーというのはこう日本でなぜここまで発達したかっていうと、日本人って応援することがすごく好きなんですよね。頑張っている人とか、まだ完成していないけど未熟だけれどもこう成長している途上の人というのをこう応援するっていう文化がイコールアイドル文化なのかなと思っていて、そういう応援する気持ちってでも海外の、どこの国に行っても共通してあることだと思うので、まあ、それをもっとこう、なんていうんですかね、良さを伝えていくことはできるんじゃないかなと。最初から完成したものと比べて、まあ、スキルがないからダメっていうことではなくて、成長していく過程を一緒にこう見守っていくみたいな楽しみを伝えられたらなというふうに思っています。もともとコンセプトを決めるときに、まあ、アイドルカルチャーってかなり独自な、日本独自のもので、こうちょっと海外から見ると確かに理解しがたい面もあると思うんですね。なのでそれだけではちょっとアイドルカルチャーの良さっていうのを伝えきれないと思ったので、もう一つコンセプトを足すことで海外に出やすくしようっていうことを考えてました。でそこで海外の各国に熱狂的なファンコミュニティがあるロリータファッションっていうものを選んだんですけれども、やはりそうすることでこう受け入れやすくなったり、実際に YouTube などでも反応いただいている方はこうロリータが好きな方が、あ、でもアイドルってこういう良さもあるんだねって気づいてくれるパターンがあったりするので、まあ、そういった形で進出できるんじゃないかなと思ってます。もともとすごくアイドルが好きで、私自身、まあ、いろんなアイドルグループを見てたんですけれども、アイドルブームが来てどんどんこうグループが増えていって、多分今日本で数百とかひょっとしたら1000以上のアイドルグループがもうあると思うんですけど、なんかこう私が求めているような本当に女目線で可愛いを追求したようなグループっていうのがちょっとまだ少ないのかなというのを思い始めたのがそもそものきっかけです。多分何百というアイドルグループのプロデューサーのほとんどがまだまだ男性だと思うので、どうしてもこう男性目線でいいと思うことだったり可愛いと思うことを女の子にさせてるっていうことが多いと思うんですけれども、もっとこう女目線の乙女チックな可愛いとか、女の子自身が可愛いと思ってそれを発信していくっていうグループが増えた方がいいんじゃないかなと思って、このプロジェクトを始めました。一番大切にしていることはやっぱりコンセプトがぶれないことで、ちょっとどうしても、例えばアイドル衣装に寄せてスカートをもっと短くした方がいいんじゃないかとか、曲も盛り上がりやすい普通のアイドルっぽい AKB っぽい曲にした方がいいんじゃないかとかっていう風に意見が出ることもあるんですけど、そういう風にブレてしまうとうちのグループでやる必然性がなくなってしまうので、まあ世界観を統一することであったり、このお洋服でやる、意味がある楽曲っていうのを常に歌詞であったり曲調であったり振り付けであったり全部気をつけて統一感を出すようにしています。しばらくはまだ海外でライブする機会とかもないんですけど、そのうち PV とかプロモーションビデオ、ミュージックビデオを作りたいなと思っていて、その時にぜひ各国のロリータさんだったり可愛いカルチャーに興味のある方に協力していただくようなビデオにできたらなと思っているので、その時にはぜひメルティアにご協力をよろしくお願いします。 If any question or any opinion, please write English comments on our YouTube channel or かわいいパティンズチャンネル。 We are waiting for your comments。Have fun with fashion!